常コ市、常コ市は愛知県の西部に位置する市である。詳しくは、下半島西岸の中央部に位置し、西側は伊勢湾に面している。道湾の海上を埋め立て地に、中部国際空港、セントレアを有している。洋業が伝統産業であり、常コ焼は日本六雇用の一つ、田は、瀬戸、越前、しがらき、丹波、備前の五つに数えられ、 この中でも最も古く最も規模が大きい。氏名は土壌に由来するとされ、常は床、地盤、かつは滑らかという意味である。古くからこの地は粘土層の露出が多く、その性質が滑らかなため、床舐めと呼び、そうした種族が地名として定着していったと考えられている。旧市街にはレンガ煙突が点在するなど、 洋行で栄えた古くからの街並みがそのまま残っている。この地域は、焼き物散歩道として整備されており、上り釜や黒板塀、土管坂などの情緒ある風景が見られ、前衛作家などのギャラリーも多く存在する。2005年には、伊勢湾の床滑市沖に、中部国際空港、セントレアが開港。これに合わせて、鉄道、名鉄空港線及び道路、 セントレアラインなどの整備が行われ、交通アクセスの利便性が向上した。その一方、地域南部には鉄道駅が存在せず、この地域では路線バスが唯一の公共交通機関となっている。北半島西海岸の中央部に位置し、西側は伊勢湾に面している。道湾に沿って北側に、北市、南側に、三浜町があり、 半島中央部の丘陵地帯を越えた先に、阿久井町、半田市、竹と余町があり、互いに、地域、町域を接している。海岸は遠浅であるものの、中部国際空港及び、中部林空都市空港対岸部、通称、前島のある、常波沖や、名古屋高校埋立地として、伊勢湾北部に沿って、コンビナート建設のため、埋立事業が行なれた。 当市の北の地田地を南原として、埋め立ては進んでいないが、これにより図らずも、環境省とは別に、愛知県が絶滅危惧種に指定している、海浜植物、砂曳草や、マルバーカザなどの残存もたらしている。丘陵の連なった地下半島特有の地形のため、平地は、海沿いの比較的狭い部分に限られ、地域の大部分は丘陵地である。丘陵は、 低くなだらかで、市内最高所でも、標高100メートルに満たない。海側に面する市北部の丘陵地は、ほとんどすべて農地と宅地用に造成された。この点、海側の丘が一部そのまま残されている、東海市、樹楽園付近、下市、日永、古見付近と異なる。気候は一年を通じて比較的温暖であるが、冬には、三重県の鈴鹿山脈方面から、 鈴鹿おろしと呼ばれる風が伊勢湾を越えて吹き寄せ、稀に降雪もある。当市は大合併の影響もあり、南北に細長い地形であり、一つの枠組みでは対応が難しく、中学校の校区や公民館などの公共施設においては、合併前の五町一村の枠組みが原則的に踏襲されており、北から大海地区、正海、旧大野町と三和村、鬼崎地区、 鬼崎、旧木崎町、常名地区、常名、旧常名町、南両地区、南両、旧西の浦町と小菅谷町に分かれる。北半島の市では、最も人口が少ない。中部国際空港開港後は、開港前より若干ではあるが人口が増加した。地名の所見は、さなげ神社大。 半若教官七十の奥垣に、宇治王英四年定中五月十三日終わり国佐都市、多郡包み田省な鍋橋、宮坂総安、筆とある。また、時継ぐ教期工事三年三月十六日上に、なべ、天正九年三月七日付越前流、沢寺関下町に、なべという名が見られる。東を含む半島中部では粘土を豊富に、 産出するため古くから陶器が生産された。平安時代後期頃から中世にかけて、陶器とその周辺で生産され始めた、ことこなめと呼ばれる焼き物は、太平洋に行って、日本全国に広まり、北は青森から南は鹿児島まで、全国の中世遺跡において出土する。室町時代には、三河の守護である石式氏が、尾張の北半島に支配を広げ、 地域北部の港町である大野に、大野城、宮山城を築いた。後に、一式市の悲観である三寺市が、主家に代わって大野城主となり、三寺市の下で、大野は伊勢湾西岸の港湾として繁栄した。戦国時代には、下郡小川、現東浦町の領主水野市の一族が、現地域中心部に、常波城を築き、 大野城の佐治氏と伊勢湾東岸の水運を二分した。しかし、常波水野氏は、本能寺の変直後に、明智光秀に味方したことから没落し、佐治氏も四代、一世の時に、小牧、長久手の戦いで、橋場秀吉と敵対し、大野城を追われた。また、常波の焼き物も茶の湯が流行する中で、新しい志向からは好まれなくなり、安土桃山時代から、 江戸時代前期にかけて、瀬戸焼きなどに押され衰退した。江戸時代には、原始域の村々は、終わり半量に入った。常滑の諸村は、平地が少なく開墾の余地に乏しいことから、海鮮、酒造、木綿生産などの工業、商業が行われる、調和的な性格が強く、常滑焼きも江戸時代後期になって復興した。この時代には、 かつて広く分散していた焼き物の生産地が原子域中心部にあたる床並村に集中するようになり、焼き物の煙突が立ち並ぶ原子街地の原型が形作られた。明治時代になると土管、タイルなども生産されるようになり、近代的な洋業の町に発展した。中でも1924年創立の地元製陶会社、稲製陶、後、イナックス。 現在の力士ルは便器など衛生陶器の分野において全国第2位のシェアを占め、タイルにおいては国内は元より世界的にもトップとなる大企業に成長する。戦後には昭和の大合併により1954年に常名町、尾崎町、西野浦町、大野町と三和村の四町一村が合併して常名市が成立。 1957年に南の小菅谷町の一部を編入し、現在の地域に拡大した。2017年、平成29年4月18日には、きっと恋する六雇用日本生まれ日本育ちの焼き物産地マイナスの名称で、日本遺産に、常な滑焼き、常な滑の陶器の生産用具、製品、連合式のボリガマ、無形文化財常な滑焼きの作技術、 焼き物散歩道と文化的景観などが登録された。市財政は、養業などの事業者からの税収のほか、常名駅の近くに設置された、ボートレース常上、旧、常上協定場で開催される市の協定事業に支えられてきた。しかし近年は、協定の売り上げが落ち込み、進む高齢化に対して、市の財政は悪化している。 中部国際空港の開港によって税収が増加し、平成18、19年度は地方交付税の不交付団体となった27、28年は外れている。地方交付税。平成の市町村合併では、当初地田半島五市五町の合併研究会が設置されたが廃止され、ついで地田南部西四町による研究会が近い将来の合併を見送ったため、 当面は、現在の規模が維持されることになった。南出張所、刈谷ア,アザかも151空港出張所、セントレア3-8-18、常名市に姉妹都市や定型都市はない。2005年に開催された愛知万博では、一市町村一国フレンドシップ事業が行われ、県内の市町村、名古屋市を除くが120の万博公式参加国を、フレンド市、 相手国として迎え入れた。常名市はマレーシアがフレンドシップ相手国だった。中部国際空港はドイツのバイエルン州にあるミュンヘン国際空港、台湾の台中市にある台中国際空港と姉妹空港提携を行っている。このミュンヘン空港のレストランエアブロイで醸造されたビールは毎年名古屋中部国際空港にルフトハンザカラーゴにより空輸され、 中部国際空港内のレストランで味わうことができる。近年では、イナックスの常鍋本社工場をはじめとして、工場の閉鎖、中小工場の廃業が相次ぎ経済の停滞傾向が著しい時期があり、これに対して、洋業家や市民によって、焼き物の町としての観光化と洋業の活性化に向けた努力が行われている。人口は1975年には5万5千人を、 越えたが、その後は、減少に転じ、1990年代後半から2000年代前半に、かけて5万1000人を割り込んだ。しかし、2005年の中部国際空港の開港に、伴い、労働人口が、少しずつ流入し、加えて、新興住宅地、鹿島台、北潮見坂、虹農岡、卑怯台など、の開発により、定住人口も増加に転じており、 2015年には約5万7000人にまで増加している。2005年の中部国際空港開港に際して空港島のうち東側地域とその対岸部の前島を合わせた約230ヘクタールを中部林空都市として開発した。2015年には前島にイオンモールとこの雨が開業している。2019年には空港島に 愛知県国際展示場がオープンする予定である。なお、床鍋市には、床鍋協定場がある。洋業は、当地では、伝統的な産業である。江戸時代後期に復興した床鍋焼は、幕末に、中国から導入された技術で、連邦式のぼり釜が作られ、大量生産が開始された。明治時代以降、陶管、陶製土管やタイルの生産が開始され、 当館は、全国の上下水道館のシェアの大部分を占め、産業資材や衛生陶器の分野において、全国屈指の生産地に成長する。また、茶器、柿、パチ、絵との置物や、招き猫などの民具、江戸時代に生産が開始された主での日本茶用の道具、急須、湯飲みなど、は、な滑焼きを代表するものである。工場は、伝統的な中心地である。 常コナ地区を中心に、地域の各地に点在しており、南部のコスガヤ地区では、青春、根の日の森田による、醸造業も行われている。農業は、北半島の地理的条件から、田畑が狭く、また大きな河川がないためにため池に頼り、水不足に悩まされてきた。しかし現在は、愛知用水によって、農業用水が供給され、土地基盤整備事業による、 区画の整理や農業用ダムの建設、機械化が行われて、近郊農業地帯になっており、主な特産品は、キャベツ、玉ねぎ、いチジクなどである。また、市内に、愛知地多農業共同組合、JI a 愛知地田の本部が置かれている。漁業は、多半島西岸の伊勢湾海上で行われる海苔の養殖が特に盛んである。海苔養殖業のかに、底引きも漁業。 栽培漁業、差し網漁業、潜水漁業などがあり、主な水産物はアサリ、アナゴ、ガザミ、クルマエビ、シャコ、タイラギなどである。中部国際空港の開港に合わせて地元の要望により、中部林空都市の開発が愛知県によって行われている。これにより、空港島内には物流事業者及びホテルが進出している。 2019年には愛知県国際展示場が開業する予定である。空港対岸部、通称、前島への企業誘致は当初はほとんど進んでいなかったが、2006年6月にイオンモール、床舐めの進出が発表されて、以降、結婚式場や飲食店が出店。その後、明太パーク床舐め、NTB マリーナリンク、コストコ中部空港倉庫店が出店したほか、 ユミコア日本触媒や名古屋メッキ工業などの研究所や工場の立地進められている。市街地では空港アクセス道路の国道155号、247号に沿ってロードサイド型の店舗の進出が続き、2007年11月にカインズモールとこなめが、2013年10月に山中とこなめ大見店が開業した。とこなめ市に 大学のキャンパスは存在しないが、名古屋芸術大学が、床波工房を、富士大科大学が、床波教育病院を置いている。1976年には、愛知県立床波高等学校から、愛知県立床波北高等学校が、分離独立したが、2006年には、両校が統合されて、床波高校が存続し、床波高校は、床波北高校の敷地に移転した。 中部国際空港を発着する高速バス、船舶については、中部国際空港の港を参照。市の中心となる駅、床滑駅。空港線の施設の保有者、第三種鉄道事業者は、第三セクターの中部国際空港連絡鉄道である。中心市街に設置された床滑駅は、床滑線の下り終着駅である。中部国際空港の開港に際して、 トコナ線を延伸させる形で空港線が設置され、トコナ線と一体運行されている。市南部に下新線が通っているが、市内に駅はない。上野間駅、三浜町が最寄り駅となる。名産としてトコナメ焼きや一口港、銘菓がある。2011年には野球チームの通信教育総合学園ルーキーズ、日本野球連盟が設立された。 2010年、平成22年2月11日には、お笑いコンビのナインティナインの矢部広之が、トコナメ近いお大使に就任した。ナインティナインのオールナイト日本でもコーナー化されている。トコナメ氏の公式キャラクターとして、招き猫をモチーフにした、トコタンガール。2001年、平成13年8月1日にボートレースと、コナメのマスコットキャラクターとして生まれ。 死生六十周年を機会に平成二十六年度から死の公式キャラクターとなった。二千十六年二月から三月に東海テレビが制作してフジテレビ系列で放送されたドラマ嵐の涙私たちに明日はある THK ドラマの最終作品はとこなめしが舞台となった。た。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。